おはようございまーす。ひとみです。本日はですね、立春ですね。はい。昨日は、節分ですね。節分からの今日は、立春。9。9でいうところの、正月、元旦ということで、めでたい日になっております。はい。で、私はこのめでたい日にですね、はい、病院に今来ておりまして、実は、はい、ピロリ菌がね、体の中から検出されたということで、今、はい、除菌をしているところなんですけれども、はい、で、やむなく、通院をしていかなきゃいけないということで、待ち時間が発生するという私のですね、あんまり得意ではない分野ですね、こちら、待つっていうのがね、なかなか苦手なもんでございまして、はい。ということで、フロントね、受付の方にね、はい、お願いしてですね、車の中で待ってていいですかと言ったら、まあ、ご時世もありましてですね、どうぞということで、のんびり、キャンピングカーの中でですね、待ち時間を過ごしていきたいと思うんですけども、ただめちゃくちゃですね、寒い。もう本当にめちゃくちゃ寒くてですね、これどうしようと。いうとこなんですけども、もうね、通院3度目ぐらいになるので、まあ、慣れたもんです。はい。今回ですね、もう気温の方がですね、もう11時近くになるのにですね、まだ8度しかないというところでですね、ちょっと寒さがあまり得意ではないね、お好みではないので、ちょっとね、中温めて、暖を取ってですね、のんびり過ごしたいと思っております。はい。で、今日は、病院の駐車場ってこともあるので、エンジンかけるのもね、あんまよろしくないということで、本日こちらですね、私の相棒、ダン。その名も風ダンでございます。はい、こちらですね、はい、岩谷の風ダン。なんといってもですね、こちら、じゃん。ガスボンベ。これ。カセットコンロでも使うね。ボンベ。これで、こちらのヒーターが温まるということで、めちゃめちゃ便利です。これ、ちなみに、まあ、後ろからちょっと入れるんですけど、入れて、まあ、カチッてつけます。なのでですね、ファンがついてるので、いわゆるファンヒーター。こう、風がね、こう、あったかいのはこう、循環されるということでですね、この、キャンピングカーの中がすぐ、温まるということで、もう私はですね、ちょっとなんかの待ち時間だったりとかね、あると、もうこの子をすぐですね、取り出して、暖を取るということをしておりますと。はい。なので、ちょっとまあね、先ほど、はい、お伝えした通りですね、今、ってめっちゃ言ってるよね、ダメだね、うん、病院の待ち時間でですね、めちゃめちゃ暇なので、まあちょっと動画で、ね、撮って、こちらね、もうすっごい良かったっていうところで、ちょっとね、紹介していきたいなと思っております。はい。それではね、早速温めていきましょう。めちゃくちゃ寒い。はい、それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあそれではね、はい、こちら風団ですね、使っていきたいと思います。まずね、後ろいいですね、こちらボンベをキャップ取りまして外します。で、これを刺しまーす。よいしょ。ほいっと。はい。準備完了。めちゃめちゃ早いでーす。はい、これでですね、点火していくんですけれども、こちらただレバーをですね。はい。つきました。火見えるかな、これ。ここね、ここから、火が見えてます。で、強弱で
ですね、弱と標準があるんですけど、これそんなになんか変わる感じしないというか、正直めちゃくちゃすぐ温まります。でしかも本当は暖かくてどんどん上着脱いでいく感じになります。なのでいつも弱です。弱で全然暖かいかな。うん、そう、ちょっと面白い音するんだけどね、ビューみたいなね、もうみたいなね、うん、標準、うん、標準にするとボーっとちょっと強くなります。見えるかな、これ弱、これ標準、見えるかな、ちょっと火が違うね、で弱、標準、うん、な感じです。めっちゃ暖かい、よいしょ、ちなみに今の気温ですね、 8.6 です。10時54分で 8.6 ね。はい、ではね、ちょっとねこれで暖を取ったまましてみたいと思います。から、いやいやいや、よし、今ね、はい、温まってきました。現在ですね11時2分です。あ、すごい、13度、めちゃくちゃ暖かいっす。一気にこの温度が上がるのがこの風暖のすごいとこで、やっぱね、火はすごいよね。うん。ただね、やっぱ心配どころがあると思うんですけど、はい。なのでちゃんとしっかり持っております。二酸化炭素チェッカー。まあね、こちら、油用ってなったらこうブザーが鳴るというものですね。こちらはネットで買って、まあそこまで高くはなかったんですけど、まあね、うん、安心ですよね。この子ね、なるとね。うん、なので常に置いてあります。これね、昼休みとかお昼ね、職場で、あ、土曜日お昼とかはこれでねご飯作って食べたりとかしてるので、まあその時にもねやっぱりねこれあると安心ですよね。ね、はい、いやーマジあったかいんだけど、やばい、お、いちいちマラさん瞳や。いや。お、今ね、13.8 度。うん、みるみる上がっております。というか、ちょっとマジ、ほんとあったかいので。ちなみにこれ、そう、ドヤさんみたいでしょ。そう、通販で買った、ボディチューブってやつで、なんかね、こう、何かしらが練り込まれして、めちゃくちゃあったかいよみたいな、なんか、岩盤浴じゃないか、なんかの石が練り込まれして、なんかもあったかいと。っていうので、これも通販で購入しました。ちょっと、お高くて、金額的にはね。なんだけどこれめっちゃあったかくて、もう毎日仕事でも着ててすごいお気に入りです。まあ、ちょっとね、なんだろう、ちょっとこの感じどうなんだろうかな、
今行くよ来るよさんね、これどやさんみたいな感じのちょっとイメージにはなってるんですけど、まあね、もうはい、もう寒さは本当にね、あ、夏女なんで弱いので、もうこんな感じでね、いろいろこう、はい、便利グッズこうね、仕事もこうやってみて、この暖かさをですね確保しておるというところでございます。はい、おお、暖か、あ、11時5分また上がってんね、 14.5 度。まあこの時計もそんなに正確じゃないのかもしれないんだけどね、多分1000円ぐらいでカインズで買ったやつなので、うん、でもそう言ったらね怒られちゃうね、作った人にね、すいません申し訳ないです。よし、じゃあのんびり待つか。はーい、どうでしょう。あれから多少時間経ってですね、見えっかな。11時14分です。で、気温すごくないですか。17.4 度。めっちゃ上がってる。めっちゃあったかいもん、マジで。うん。いつも、弱で、いつもね、弱だから、すごいあったかく感じる、今日。Thank you.
絶対熱いやつじゃん。現在の気温ですね。ででん、あ、すごいいいタイミングで11時20分です。で 19.7 度、めっちゃ上がるね。何分までやる、これ。どうしようかな。じゃあ切りがいいからあと10分だけ撮って、30分ぐらいかで上がった感じの、この何気温がこんだけ上がったよみたいなので締めればいいか。そうだね。あ、どうしよう。よし。終わったか。やっぱ気になるんだね。病院にキャンピングカー止まってるとね。ね。でもうちゃんと端っこの方に止めてます。だってね、キャンピングカーしか持ってないんだもん。歩いたら遠いし、自転車寒いしなあ。そこさ。まだ暖かいから大丈夫かな。よし。おい。では現在の気温ですね。11時25分、21度。めっちゃ暖かいでしょ。ありがたいね。ほんとな、今の時代いろいろあるもんね。やばい、外が外気が寒すぎて眼鏡曇る。はい、それではですね、じゃじゃーん、11時半になりました。で気温の方はなんと22度。これすごくない？めちゃめちゃ上がってるでしょ。最初何度だっけ、でも覚えてないんだけど、すっ濃いあったかい。で、先ほどもお伝えしましたけども、いつも弱っていう火力の調整でやってます。で、今日は、
奮発して標準っていうちょっと強い方のレバーの方でやってるんで、ちょっと自分でもいつも以上にこう気温がグーッと上がってめちゃめちゃ暑いっすでもね、ちょっと一度はこの何風団の本気ってやつをねちょっとね見せてもらえたしね、なんかよくわかんなくなっちゃったけど、はい、ということで、今回ですねこちらの風団ですね、こちらの風団、はい、こちらを紹介しました。いやマジでめちゃめちゃあったかいです。この短時間でここまであったかくなって、なおかつカセットコンロでっていうのも最高っすね。今安全装置が働いて止まってます。なのでね、はい、まあ、こんな装置もね、ついておりますというところで、今回はこちらの風団の、ご紹介でした。はい、昨年買ってね、もう大活躍のこちらのカセットボンベでね、暖を取るですね、超おすすめです。はい、なので、おさんさん、聞こえるかな？この最後のこの音が可愛い。あーみたいな音がするんですけど、かわいいな。ちなみにね、ここ熱っって感じじゃない、まあ、高い、まあでも熱いかな、はい、そんな感じでございました。はい、で私はですね、はい、もう少しですね暖を取ってのんびりしてですね、はい、お医者さんに行っていきたいと思っております。はい、では皆様ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またね。よし。さてと。ちょっと昼寝すっかな。よこしょ。